ツイッターにこう自撮り棒で自分がこう自撮り棒で写真撮ってると背中が撮れてるっていう自撮り棒の写真、あの絵をイラストアップしたんですよ。あれやっぱり作りたいなと思って今日は本物を作ってきました。こうやって全部入んないな。はい。こうやって持つと後ろでこうカメラがで自分の背中が映るっていう棒です。うん、これね今回アルミなんですよ。アルミ、うん、でここのね、なんていうの、こういうアルミフレームってすごいね、こうなんか切ってくれて、しかもこうね L 字の金具とかもちゃんとこう規格化されてて、うんうん、簡単に組み立てることができるんですよ。ちゃんと直角になるように、ね、そう直角になるように、うん、でこのもうすげえ丈夫そうなアルミフレーム、うん、でこの丈夫なアルミで作りまして、実はこの前に一つインビ版っていうのがあって、インビ缶で作ったバージョンがあって、うん、その時はちょっとあんまりちゃんと写真を撮ってないんですけどビヨンビヨンしちゃって、何がと、な、何が、あ、ピースしてるところがね、あ、待って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 、柔らかいからね、塩ビは。塩ビ軽くていいなと思ったんですけど、うん、で軽くて、あの普通に使う分にはそこそこ強度があるんですけど、さすがにこう長くするとちょっとたわんじゃうんで失敗があり、第二形態がで、ここにねちゃんと三脚カメラを固定するネジがついてるんですよ、うん、ちょっとねここがうまくつかなくてふがふがしてるんですけど、うん、ネジもね、ネジの長さが長すぎて、ワッシャーとか入れればいいんだけど、ワッシャーがなかった。でこれをいきなりあのスマホつけると、まあなんか万が一こううまくいかなかった時にスマホが地面に叩きつけられるんで、これでこうやって GoPro をつけて、ここで持つと、持ってイエーイってやってると、空虚の自分の後ろ姿が見えるっていう。ほら、行った行った。一瞬うまくできてるシーンが撮れてればね、うんうん、それここにねこうインサートで入れればいいよね、うん、できたっていうね、うん、なんかね全然違うんだけど、うん、マグロ漁師みたいな感じになってるよ、ね、うん、あ、オーバーオールだね、お、いけんじゃんこれ、ほら、うん、はい、ピースピースだ、ピースうん、うん、取れてんじゃないかな。うん、ただね、ピースね、体の前じゃなくて、体から外さないと、多分カメラに入ってないんじゃないかな。そうだね。それはね、そんな気もする。うん。ちょっとね。うん。痛い。ちょっとこう、グリップをつけたんだけど。ああ、グリップをつけても、痛い。痛い。さすが金属だね。ああ、取れてんじゃないかな。うん、取れてんじゃないかな、今の。ああうん。あ、あ、あ、ちょっと持ってみる？どんなもんか。なんか息のいい何か取ったみたいな感じになるもん。なんかやりたいことと違うよね。うん、それは、ちょっと、うん、多分ね。うん。うん。うん。気持ちだと、なんかゆっくり落ちてったね。あ、あ、なんかに操られてるみたいな感じになるね、途中からね。そうだね、棒って長いだけで人を操るの。そうだね。でも今のでさ、静止画、途中で静止画撮ればさ、うん、カシャって。そう、途中をね、切り出せばね。そうそう。あの、いい絵になってんだよ。うん、あの、なんかゆったりしたこうね、うん、あの、棒を叩きつけてる感じじゃなく。一瞬、
落ちてても一瞬切り出せば浮いてるみたいに見えるからさ。うん。そういうのは大事だよね。落ちてても一瞬切り出せば浮いて見えるってさ、人生の教訓みたいだよね。うん。雨降ってきた？え、わかんない。それは困るな。うん。はい。また新しい自撮り棒を発明しました。あ、降ってきたね。降ってきて。降ってきちゃった。帰ろう。うん。